打球速度が今トラックマンの数値で157キロという打球スピードでした。速いですね、はい、あんなになんか普通に合わせただけに見えてやっぱりそうなんだ。ちょっとコンパクトに振ってるように、ね、見えましたが、ね、それでもあの打球スピードを生み出します。ランナー2塁1塁、バッターボックスルーキーの上川畑、今日は2安打です。松坂さん、これが WBC 本番だとすると1点リード8回ノーアウトランナー2塁1塁というかなり緊迫のある場面ですね。ありますね、ベンチのこう決断というのも重要になってくるかなと思いますね、はい、上川畑はバットの構え、1つセカンドへの牽制の動きがあります。松坂さん、ここはピッチャーとしてはバントをさせたくないところですか、どうなんでしょう。僕だったらまあやらせて、はい、スタートで刺す、はい、つもりで投げますね。古田さん、松坂さん、そのフィールディングの素早さというのも得意ですからね、はい、もう高校時代から見てますよ、それは。横浜高校時代から、うまいな高校って見てましてありがとうございます。まあ、その牧がしばしばと前に出てきます。バントしていた牧が取った、スライディングキャッチ、ノーバウンドで取ったか、ノーバウンド、セカンドアウト、一塁も送った、トリプルプレー完成。ビッグプレーが出ました、この侍ジャパン。ノーアウトランナー二塁一塁から送りバントを処理した牧が二塁を送って、そして一塁転送、トリプルプレーでこのピンチをしのいでいきました。1点差という中で侍ジャパン守りで大きなプレーが出ました。ファーストに今日入っている牧がチャージをかけてきて、古田さん、この動きですね。そうですね、まあ、あの大きなシフトは敷けないんで、やっぱりファーストのこの、まあ、だけのチャージになるんですけどね、まあ、素晴らしかったですね。そして2塁へ送った、飛び出していたセカンドランナー、1塁ランナー、それぞれアウト、トリプルプレーでこの窮地をしのいでいきました。松坂さん、ピッチャーとして本当に助かるプレーが出ました。もう理想のプレーですよね、はいはい、あの松坂さんでしたらバントをさせてアウトにしろと話してましたが、はい、こういった時に大事なことはどういったプレーになるんですか。僕はあの、まあ、強いバントをさせたいので、はい、あのバッターのこうインコース寄り のストレートを投げて、はい、なるべく強いバントをさせるようにあの投げますね。今まさにそこにボールが行ったわけですね、まあ、でもあのより、まあ、難しいところに行きましたよね、はい、バッターがバントするには、はい、そして浮いたところスライディングキャッチで牧がノーバウンドで取ってトリプルプレーにしました。